はい、どうも、あざやまです。2020年ね、まあなんかすったもんだって、まあなんやかんや始まりましたけども、やはり2020年運気を上げていきたいわけですよ。今年1年ね、いい1年にするためにもしっかりここで運気を、まあ上げて、まあ、いい1年にしていきたいということで、今日は注目の開運グルメを紹介したいと思います。ということでね、今回開運グルメを紹介するということでやってきたのがこちらね、コメモンさんにやってまいりました。では早速ですね、こちらのコメモンさんで開運グルメを紹介していきたいと思いますので、早速行きたいと思います。レッツゴー。僕がなんだっけ、甲州地鶏の胸ステーキみたいなやつの定食を頼みました。ギャンうまそう。友達は、なんだっけ、イワシ明太子とマグロの刺身の定食ですね。やばね、これイワシやばいやんね、ふっくらしてる。イワシってこんな身厚いっけ？中に明太子が入ってる。あ、そういうこと。そうそうそう、入れられてるってこと。そう、詰められてる。あ、苦しそうだわ。早く食べてあげて。どれから食っていいか分からんね。まあ飯でしょ。まあ飯行きましょう。とりあえずまずは米だけで。大焦げがあります。うん、うまい、うまい。いや、うまいね、やっぱ米が。ね、米がうまい、うん、この場合、米は脇役じゃないですか。主役。肉を引き立たせるための米じゃなくて、米が引き立つための肉とかだったりするわけ。そう、肉を引き立たせるための米じゃなくて、米が引き立つための肉とかだったりするわけ。そう、え、聞いてる？じゃ、うますぎて。いや、うまいね。夢中になってた。実際めちゃめちゃうまいもん食べてると黙っちゃうもんな。うん、黙っちゃう。話を聞いてらんねえな。甲州地鶏です。僕はおろしで食べました。いただきます。うまっ。やっぱ新鮮な肉使ってるからレアなのかな。レアで食べれちゃうんだ。うまっ。マジ鶏うますぎる。やっぱこのご飯と味噌汁おかわりできるってのがね、嬉しい。うめえ。味噌汁は本当に心だ。うまっ。ちょっとちょうだい。うまっ。うまっ。うまい、うまい。やわやわやん。ザ飯の音も。うまっ。魚強。熊本陸。やばいべ。うん、やらった。やばいよな。米もね、本当に和食めちゃうまいからね。はい、ということで、まあ、ごちそうさまでしたというわけになるんですけども、メインはこの後なんで、ちょっと用意していただきましょう。すいません、デザートお願いしていいですか。はい、お願いします。はい、楽しみでございますね。言ってお前はどういうのが来るか知らんしょ。知らない。まあ、俺もね、ちゃんと見たことはないんだけど、開運グルメですから、運気上昇ですから。2020年運気上げていきたいということで食べるグルメですからね。もうこれ食べて2020年はもう上り竜のように、ちゃんと来たらさ、こう寄るんだよ。分かった分かった。来たからね、ほら。待ちましょう。来ました。こちらでございます。やばくない？やばい。黄金ティラミス、これが金閣寺です。すげえ。抹茶がうまそう。そっち？いやいやいや、こっちでしょ。やばいでしょ、だって。ではちょっといただきましょう。いただきましょうね。
ょち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 ょ、いけ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 、メス入れるよ。すごい、やばいよね、トゥルントゥルンじゃん。うわやばい、トゥルン、あいや、舐めるな。いただきますよ。うまっ、うまっ。待って、味は、いや、ティラミスってこんなんだっけ。え、うまっ。ちょ、お前もちょっと食ってみ、マジで。うまい、やばくない、これ。ああ、ほのかにほうじ茶の。偉いね、ちゃんとそういうこと言って。ちょちょ、抹茶もちょっと飲むし、せっかくだから飲むし。なごむ、和でしょ、なごみマックスだね。なごみの極みだよ、これは。ちょっといただこう。なんで回す、ちゃんと作法にのっとってる。いや、回しすぎだろ。あらす、どんかい回すんだよ。待ってました、待ってましたよ。もうちょっと泳がせたら。あ、だいぶ結構のお手前だね。え、やば、あ、待って、なんか下にも出てきてる。あ、ティラミスのこれ、ティラの部分。ティラの部分ってどこの部分。なんか、なんか、なんかスポンジみたいなやつ。それティラなの。わかんないけど。ミスミスミスは違う、うん、ティラミスか。どっちか、ティラミス。うまどう、ティラの味は。ミスの部分が結構このクリーミーじゃん。だから下にあるティラの部分は何だろう、歯ごたえしっかりしてるっていうか。どっちだっけ、ティラミスか。ミス、どっちでもいいわ。ね、この上に乗っかってるのが、まあ、結構 甘めな感じじゃん。結構甘いけど、で下の方はそんなに甘すぎない感じだから、うまっ。でもやっぱね、和だからくどくないよ、普通のティラミスと違って、ね、でもできるだけ金箔欲しいんだけど。いや、飢えてんな、金に。で、後でこれ固めて売りますんで。メルカリで。そんなことしてるやつ絶対買い運しねえよ。いやぁ、まあまあまあ、まあ、食い方が開運を逃しそうな食い方してるね。ガッツ食いだからね。いや、でもガッツいけてたわ俺は。やめなさい、やめなさい、走らない、走らないよ、走らない、走らない。唇黄金にしてる話じゃない。なってる？なってない。なってないんかい。いやー、やばかったね、やばかった。はい、ということで、まあ、開運グルメ黄金ティラミスをね、紹介させていただきました。まあ、見た目のね、インパクト、まあ、動画映えだったりとかインスタ映え的なね感じもあるんですけども、まあ、味も本当に美味しかったんで、まあ、注目の開運グルメになると思うので、ぜひ皆さん、コメモンさんに来た際はね、黄金ティラミス頼んでみてください。まあ、黄金ティラミスじゃなくてもね、普通に料理も美味しいんで、ぜひその料理も楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで今回の動画はこれで以上になります。ぜひ、チャンネル登録と、このコメモンさんのね料理、まあ、開運グルメ黄金ティラミスね、食べてみたいなという人は高評価よろしくお願いいたします。あとですね、 Twitter、Instagram もやっておりますので、動画の概要欄からですね、そちらのチェックをお願いいたします。もちろんね、コメモンさんの Instagram とかのね情報も載せておきますので、必ずフォローしてあげてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あざいまるでした。